こんにちは、まさに6444です。今回は富山県富山駅にある立山そばでかき揚げそばを食べてきたので、その感想についてですね、お話ししていきたいかなと思います。まず、この食べた時はめちゃくちゃ腹減ってました。そして富山駅から本当徒歩3分ぐらいのところですね、ありますね。で、なんだっけな、発見所あるんですけど、2つ。1つが使われてなくて、で、もう1つが1000円札かしか入らなくて、1万円と5000円しか持ってなかった私にとってやべえと思ったんですけど、小銭があったんでよかったです。で、かき揚げそばが390円でしたね。おばちゃんと男の人、家族でやってんのかな。で、作ってもらいましたね。まあ、時間帯的か、まあ、蕎麦屋さんとかなので、まあ、回転率的なとこなのかな。そんな人いなくて、まあ、すごく逆に個人的に快適に過ごせました。やっぱり久しぶりにね、蕎麦屋さんで食べるそばってなんかうまく感じますよね。とてもお腹減ってたし、お腹が満たされました。そしてつゆが結構多めに入ってますね。あ、多いと思って、こぼれちゃうかもしれないぐらいに入ってて、まあすごく良かったですね。値段が390円かなでした。490円か、490円ですね。かき揚げそば、とても美味しくいただきました。地元の人はおなじみのお店なのかな、まあ、そこはちょっとよく知らないんですけど、まあ、ふらっと出かけた時にラーメン屋さんとかお蕎麦屋さんとかすごく入りたい衝動になるので、まあ、っていうかお腹減ってる時結構蕎麦系行っちゃうんで、すごくいい時間が過ごせました。はい、ということで今回は富山県富山駅にある立山そばでかき揚げそばを食べてきたことについてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。